は。林芙美子の文学碑の前を通るときに、花びら短くないよって花びらの命は長いよって時々そんな思いをしながら教室に向かう時があります。色のあるものを織り交ぜながら賑やかな桜島にしたい。花びらと話し合いしながら展開をしていきます。30過ぎてから東京のデザイン学校へ行きまして、飛んでる鳩を抽象的に作って課題の作品として提出したんですね。それが評価されて、花びらっていつかアートになるなというふうにその時思いましたね。やっぱり桜島を表現しやすいという、そこで能天かずらっていうのは好きですね。傷になって折れ曲がったりとか、ありえない形で出てきたりするんですけども、作品にそれなりの味が出てきますので、基本的には見える部分の花びらというのをカットしたりすることはありません。ムクゲですね。これはバラの花ですね。この辺りだと色を吸わせた花びら。買ってきて飾っといて、そのまんま捨てられるよりはもう一度蘇って作品にして、皆さんに綺麗だと言っていただきたい。うん、捨てるときは何か考え事とかってあるんですか？ほとんど目の前の花びらのことしか思ってない。はい、ちょっと置きたいのがありますので、ちょっと取ってまいります。これはピーマンの種なんです。びっくりでしょ。イメージと合いませんでした。使
ったらどうだろうと思ったんですけども、嫌なことがあってもペタルアートに戻って集中できる一番好きな場所ですね。よし、まあ命短い花びらではあるけど、ペタルアートとして生きてくれる花びらには感謝してます。